ベイトリールのね、キャスティングをした際、タイミングがね少しでも、ずれてしまったりするときに起こるのが、バックラッシュというね、現象になります。これはね、ベイトリール、独特と言ってもいいぐらいな、特徴のあるトラブルなんですが、クラッチを切って、ルアーが飛んでいきます。その際に、ルアーが飛んでいくスピードとこのね、糸が巻いてあるスプールの回転速度が合わない場合に起こる現象です。実際にやってみますが、糸が、出ていくのにもスプールが回る回転数の方が速い場合に、こういうふうに糸が出てきてふわふわと浮いてしまう現象になるわけですが、これは、キャスティングを練習することによって、そしてベイトリールのブレーキを設定してあげることによって必ず、問題がクリアできますので、それはぜひ練習をしてください。ベイトキャスティングリールにはですね、バックラッシュというねトラブルがつきものですが、このバックラッシュはですね、この親指を使ったサミングによって克服することができます。さらに各リールについているブレーキの調整をすることによって自分のサミングすることを手助けしてくれますので、どん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 バックラッシュは減っていきます。